日本関東地方神奈川県横浜市金沢区並木並木は神奈川県横浜市金沢区にある町名。現行行政地名は並木一丁目から並木三丁目。住居表示実施済み区域。横浜市金沢区北部に位置する。横浜市の土地再開発計画の一つとして企画実施された金沢地崎埋め立て事業により、 1977年に成立した。埋め立て事業及び土地再開発計画により、誕生した地域のため地域内は平坦で、一周約3 2トル片側一車線の周回道路によって、区画、整備されている。地域内は、全域が団地及び、金沢緑地となっており、地域の東端に隣接して、金沢シーサイドライン、地域の南部を、 横浜横須賀道路が通る。また、一丁目と二丁目の境には、人工庫の船だまりがある。各、町目ごとの団地、学校、施設など、並木第一団地、並木第二団地、私立並木第一小学校、私立並木中央小学校、私立富岡東中学校金沢センターシーサイド。これは、入居が始まった1981年からの、 近隣センター、及び横浜並木郵便局、横浜銀行、並びに2014年に閉店した東急ストアートに、約2年後の2016年4月12日に、開店した、オーケーストア並木店などからなる。なお、センター名展開は、毎月25日前後に25、2525セールなる、特売を行い、商店街活性化に寄与している。 オーケーストアは1階が店舗で2階は駐車場である。また、オーケーストア開店に先立つこと3ヶ月前、センター空き店舗に家系ラーメンの並木屋がオープンし、ラーメン局北の地に家計ができたと話題になった。1980年代、おもちゃ屋もあった。この商店街を子供たちはセンシーと親しみを込めて呼んでいた。 一丁目に隣接して、並木北駅横浜金沢シーサイド郵便局、ビアレ横浜。二丁目に隣接して、並木中央駅。三丁目には、私立並木第四小学校、私立並木中学校、横浜南税務所。三丁目に近接して、幸浦駅。二点三丁目には、横浜横須賀道路並木、インターチェンジがある。東は、幸浦、福浦、 西は富岡東、長浜、南は芝町、北は鳥浜町と接している。埋め立て事業以前より、当地周辺の漁場が並木と呼ばれていたことから、面積は以下の通りである。2021年7月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移。国勢調査による世帯数の推移。 私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。町内の警察の管轄区域は以下の通りである。ありがとうございます。